最近のテレビ離れって凄まじい勢いでしょ。 NHK 放送文化研究所が5月21日に発表した調査結果では、国民全体で1日にテレビを視聴する人は2015年の 85% から2020年の 79% へと減少し、特に10から15歳は 78% から 56%、 16から19歳では 71% から 47% へと大幅に減少しているんだよね。今や10代の若者の2人に1人がテレビを見ていないという結果が明らかになった形なんだよ。そんな若者のテレビ離れ関連で面白い報道がされていたので、ちょっとその報道を紹介するね。若者のテレビ離れと言われて久しいが、最近また話題になっている。そんな若者のテレビ離れへの議論が蒸し返されている中、当の若者からは呆れる声が聞こえてくる。何でもかんでも若者の〇〇離れと言いますが、なぜそこまで若者をターゲットに従うんでしょうか。繰り返し繰り返し何かの風物詩のように若者がと名指しされる。知らんがなって感じです。いい加減うっせえわと言いたい。そう憤りを隠さないのは IT 企業に勤める20代の男性会社員 A さん。若者のテレビ離れについては、逆にテレビが若者から離れているのではと指摘する。久しぶりに見たらクイズや健康系の番組ばかり、情報番組やニュース番組も東京五輪やコロナの話題ですでにネットに上がっている話が多い。それ以外にも Twitter や YouTube など、こちらが数日前に見たようなネタが地上波でわざわざ紹介されている。情報鮮度として遅いから若者向けではないですよね。50代の親も見るものがないというくらいなので、若者どころか中高年にも見向きされなくなる日が来るのでは。 A さん、建設会社に勤める20代の男性会社員 B さんは、若者のテレビ離れについて、テレビの役割が変わったことに注目する。テレビは昔は流行を生み出すものだったらしいですが、それは他に情報源がなかったからでしょ。今は流行を生み出すのは SNS や YouTube、 素人から流行が生まれることが多いわけです。そしてテレビはそれを追いかける側、情報源としての価値はもうあまりない気がします B さんと指摘した。まさに若者の声、土星論だよね。だってテレビをつけたら芸人やジャニーズだらけのクイズ番組やらエンタメ番組やら情報番組ばかり、しかもその内容は全く面白くないものばかりだし、おまけに番組の中にちょいちょい韓国語利用しをぶっ込んでくるからね。情報だってネットよりも周回遅れだし、内容も偏向報道に印象操作、報道しない自由とやりたい放題だし、そんなテレビなんてもはや見るものがないというより見る必要性のないもの、お年寄りの娯楽のためにあるだけのものだと思う。それに今の時代、わざわざテレビなんか見なくても他の映像コンテンツが充実してる時代だからね。だから若者にとっては、なんでわざわざテレビを見なきゃいけないのって感覚なんだよ。それなのにテレビ側は未だに古い体質のまま好き勝手にやってる状況だからね。そんなんじゃ衰退していくのは必然だよ。もはやテレビは過去の産物、もうそのイメージはお年寄り以外の多くの人々に定着してしまってるんだよ。結局は裸の王様状態でこれまでやってきたテレビだけれど、気がついたら必要とされてない負の産物と化してしまっていた。要するに今のテレビの状況は自らのおごりが生んだ惨状なんじゃないの。完全に自業自得だと思うよ。とにかくテレビ関係者は今回の若者の声をしかと聞き反省してください。まあ若者の声を聞いて反省してもテレビは衰退していく定めだとは思うけどね。残念でした。